エアロ YouTube イエース不動産の鬼庭のこと沢しげです。今日はユダヤの教えで、権利収入とリピート率というものについてシェアしていきましょう。これもね、面白いですよ。ね、リピート率っていうのがあってこう、リピート率っていうのは、この権利収入の質を表しています。どういうことかっていうと、リピート率っていうのはね、あの同じお客様がまた買ってくれる確率って分かりやすいですね。リピートする確率なんですね。ねあの例えば、 物販とかやってる方、私もやってましたけどね、コロナでやめちゃいましたけども、あのー、1%、ね、同じお客さんがまた買ってくれる確率、1%、えー1、1%高いね。もうほとんどすべて新規のお客さんですよね、ネットショップとかやってたら、ねあの。あなたのお店が大好きで来たというお客さんなんかほとんどいません。 ネットショップやったら、これを検索したら安かったから、たまたま表示されたページがそこだったから、そこで買う。挙げ句の果てに、こう、あのね、型番だけ抑えられて、アマゾンとかでね、一番安いところで買われちゃったりして、アマゾンのビジネスモデルは一番高いところを簡単にあの教えてあげますよ。 だからここで買うとね、あのもう何も比較とか検討とかしなくても、もうすぐに一番安いと分かりますから、いいですよね、しかも新品みたいなものが届きますよ、早く届きますよっていうことなんですね、1%、1%もリピート、つまり100人お客さんがいて、その中の1人でもまた同じ商品とか、また同じものを買ってくれた、これ、すごいことですよね。 リピート率が低いっていうのはそういうことです。じゃあ50、50%、うわ、高い物価やってる人とかってね考えられないような50%、でも待ってください、50%のリピート率ってどういうことですか、つまり2人お客さんがいたら1人また買ってくれるということですね、例えば1000人のお客さんがいましたで、はいはい、いらっしゃいらっしゃい,いいものがありますよと、これはいいですよ、どうぞって,言って1000人お客さんがいたら50、50%だから、また次の月もですねそのうちの半分である500人が買ってくれるわけですよ。 でも何もしなかったら。何もしなかったら。自分の時間をそれに何も投じなかったら。ら0に人いたお客さんが次の月には500人になって、その次の月には250人になって、その次の月には140 125人に,っていうふうになって、いくこれがリピート率が550%ってことですよね。つまり、 また新たに500人の新しいお客さんを連れてこないと、この1000人のお客さんが維持されないわけです。これは MLM だったらね、組織って言ってもいいですけども、その組織が1000人の組織を作りましたって言ってもね、あのリピート率50%だったら、また減っていくわけですよ。なので、えー、じゃあね、50%ってすごい高いけど、まあ、自分の時間が、ね、またその50 500人を呼ぶために使わなきゃいけないので、これ自転車操業になっていくわけですね。ということで、まあ、あの 65%以下のビジネスは内容を聞く必要もない。ということが言われております。ね、リピート率が65%以下だったら内容を聞く必要もない。同じお客さんが、ね、買ってくれる。まあ、もちろんその、それがやりたくてやりたくてしょうがない。 ことだったらいいですけれども権利収入として考えたときにですね自分の時間を作りたくて自分の自由な時間ファイナンシャルフリーを作りたくて何かをやろうとしたときにそのリピート率が65%以下だったらやる必要もないでもっと言います私90%以下のことはやる必要ありませんえだってね,ね90%でもね1000人いたのがこう900人になるでまた次はね9、80だから810人になるとこう減ってっちゃうわけですよ でも、自分、その労力の10%くらいはまあ使ってもいいかなみたいな、ね、これ、願えば100%、100%だとずっと減らないわけですから、自分が何か努力した分、必ずどんどん増えていくわけですね。リピート率100%っていうのは、もう絶対やめないってことですからね。絶対ずっと買い続ける。で、90%以上のものって何があるんですかそんなもんあるんですか大企業がやってるのが90%なんですね。つまり、えー、っと携帯電話。 インフラ、電気、ガス、水道。でなんで彼らはあんなにもう大企業で、あんなどでかいビルを建ててやってるんですかそれは一度入った人がずっと辞めないからです。まあ、100%じゃないですけどね。あの95%とか98%とかそんなもんだですけれども、で悪くても90%くらいですね。もう携帯電話なんかもう一度契約したらもう、なかなか変わらない。 でそれがずっとサブスクリプションでね、なっていく。もうこれぞ権利収入の王道、つまり最初に投入して、まあ、宣伝費とかつぎ込むと、あとは少人数でずっとただ回して、メンテナンスをしていくだけでサービスを提供し続けられる。これはリピート率ですよね。で、不動産も大体90%以上です。まあ、つまりあの、不動産の場合は、うんとまあ、2年くらい、ちっちゃい部屋、ワンルームとか、あの 1K とかそういう部屋でだいたい2年くらいですかね。まあ、あの場所によってもうちょっと回転早くてね、1年でやめねどんどん変わっていくようなところもありますよ。つまり1回入ったお客さん、最初に、ね、お客さんが入るときに一番労力を使います。広告宣伝費を出したり、部屋をきれいにしたり、クリーニングしたり、まあ、例えば、場合によっては部屋のね、間取りとか壁とかあの変えたり、まあ、あんまり投資するとね、あの何年間ただで済ますんだってことになるので、そんなに投資しないでも大丈夫ですよ。であの で、1年、まあ、2年だとしましょう。2年だと十4ヶ月間ですね。24ヶ月間住み続けて、25ヶ月目で退去して、その1ヶ月間に次の人が入るというサイクルが作れたとしたら、これは25分の24のリピートがあったということなので、えー、まあ大体ちょっとざっくり95%くらいなんですかね。で、これ三年くらいになると、3年くらいになると、えー、るとあれ95、95%になるのかな。 いやいや97%ぐらいなのかな、ちょっとまああの計算してみてください。だから3年度の場合だと37分の36とか、そんな感じですよね。でそういうまあ、ね、場合によってはその空室の期間がなくなって、リピート率下がっちゃうかもしれないですけど、それでもまあ90%くらいですよ。 だからいいんです。つまり1回始めたらほとんど手がかからないで自分の時間が作れるわけですね。だから不動産管理会社って、えー、管理会社とかって言いながらほとんど何もしてないって言ったら、ね、ちょっと失礼ですけれどもその管理して、ね、お客さんとの対応をやってくださってるんですよ。ほとんどないのにその家賃の総家賃の3%とか5%とか大体、まあ、いい相場5%とかですね取っ,っていけるのでこれおいしい商売だと言われていますのでもう数をどんどん増やしていけると。 はい、でこれ、なんでね、65%とかいや聞く必要もないかっていうと、例えばね、よし、俺は海賊王になる、船,船に乗るぞっつって、よし、あの島を目指すんだ、行くぞ、ゴルフィーっつって言って行ったときに、その船に、ねこう、この船はあのジェットエンジンがついておりまして、あの最高級の、えー、船長と、あと、 素晴らしいディーラーとカジノもついております、この船で行けば快適ですって言って乗ったとしても、ね、よっしゃあの、あそこに行くなって乗ったとしても、もし船に穴が開いてたらどうですか、ね、船,船底に穴が開いてると、ね、一生懸命その宝の島を探して、あの島に行くぞっ,つってこう後悔するための準備をして、その何かを見つけるために船に乗ったのに、実際やってることは、その船の穴船の底に開いてる穴を塞ぎ続けることだと。 つまり自分の労力のほとんどがその船の開いた穴を、ね、あの防ぐために、塞ぐためにずっと働いていて、ほとんど何も自分がやりたいその営業だとか、そのビジネスの最適化だとか、そのサービスの向上だとか、そういったものできない状態になっちゃうんです、このリピート率が大きいと。つまりあの、どんなボロ船でもいいからリピート率が低い、つまりま、要は自分がこぐことに専念できるような船に乗らないとダメですねだから 行くぞ豪華客船だって言っても、船に穴が開いてたら、毎日毎日船,船底に穴を塞いでね、そのビジネス、要は関係ないところに自分の労働力とか、仲間の労働力をつぎ込んでいくことで終わっていて、何も生産的な作業ができないってことなんです。それがリピート率。だから、ビジネスはです、ね、このリピート率以外見なくていいんです。他はどうでもいいんです。だって、リピートがあるってことは、その商品がいいってことなんでしょ ね、その要は社会に価値を提供できるってことなんでしょなので、このリピート率を見たら、ね、自分が社会に価値をこう提供して貢献してるんだっていうこととほとんどイコールなんです、つまりそれだけ多くの人が求めてる、まあ、不動産なんかは特にそうですよ、その地域で、ね、あのみんなが入居してくれるってことはどういうことかっていうと、その地域にない価値を自分が提供してるから、皆さんそこに住みたいってことですよね。田舎で、えーなんだ あの宅配ボックスがない物件がほとんどですよ。そこに宅配ボックスのある物件があったらみんなそこに住みたいですよね。なって周りにないんだから。だからちょっと家賃高くてもそこに住まなきゃいけない、そこに住まなきゃいけない人がいるんです。そのいう人に新たな価値を提供したらみんなね、うわーやった、ここに宅配ボックスありの物件があった、テレビ付きインターホンの物件があった、w i f i 無料の物件があったってね、大した投資もしないでもそういう物件を提供してあげることができるじゃないですか。そそれが価価値ですよの リピート率があるんですね。だってみんな住みたいんですから、だから不動産リピート率高いんですよ。つまり求められてるんです。どんなに人口減少率が低いところでも、低ければ低いほど競争相手が弱くなっていきますので、そういうところにいい物件っていうのを提供してあげると、そこの価値が増すんですね。都心だとなかなかあのみんながね、協力なんで、競争相手が強いので、みんなが Wi-Fi 無料やってるんで、なかなか価値提供しづらいですけどね。まあ、そんなような話もあります。ということで、リピート率90%以下のものは見なくていいです。 いやいや見てもいいですよ、どうしてもやりたかったら、それはファイナンシャルフリーを達成した後に、経済的自由を達成した後に、やりたいことをやってください。それこそがあなたの本当にやりたいことなんですよ、本当にやりたいことをやれば、自分のエネルギーをばーんって解放されて、もうね、神様にあなたはそれをやりなさいって言われてる状態ですよ、それで価値を提供し続けるから、この一人一人の力が100%出てね、あの日本国の,その総生産とか、その日本国への寄与、日本国の盛り上がっていくわけです。 ということで、私はそのことに気づいたので、自分のやりたいことをやると。そのために、まああの、ファイナンシャルフリーは、とっとと確立して、本当にやりたいことをやってください。そのためには、このリピート率、権利収入、この考え方が必要です。リピート率を見てください。リピート率が、もしねあの、これちょっと言えないんですとか、データを持ってないんですっていうところは、それはリピート率が低いんです。低いので、えー、そういうビジネスやらない方がいいです。 はい。ということで、マネーリテラシー。今日は権利収入とリピート率についてシェアさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。イエース